さん、こんにちは。しおりみーチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はね、私のこちらのメイクワゴンを整理していきたいと思います。でもですね、皆さん、私のワゴンですね、すっごい汚いですね。もう見ていただきたいんですけど、もう1段目から3段目まで全部やばくて、汚すぎて困ってるぐらいなので、今日はね、ダイソンでボックスをね、2個買ってきたので、それを使いつつ、今までのボックスも使いつつ、ちょっとね、綺麗にしていけたらなと思います。はい、ということでね、まず1段目はまあ綺麗な方だと思うよ。そうなんだ、これでも綺麗な方なの。めっちゃ綺麗な方だと思う、ほんと。1段目がほんと一番使ってるから。そうだね。え、2段目も使ってるか。2段目も使ってる。うわなんかボトル飛び散ってるけど大丈夫？ボトル飛び散ってるけど。やっぱこれさ、毎日使ってるからさ、ギリギリ汚くなってくるよ。もうね、最初ね、これとかね、あのね、このね、ニベアとかね、水立ってたの、こうやって綺麗にね。今はもうバチャーだよ。あと、これは出しっぱだし、これ開けっぱだし、これも開けっぱっていう。使ったで、ここに本当はバセリンがあったのに、今机の上に置いてる。ぐちゃぐちゃ。はい、ではラストした。3段目はここもだいぶ来てますね。これですね、あんま普段は使わないけど、今夏休みだから結構ね、ネイルとかちょっとやりだしてる感じだよね。そうそう、いや、なんかね、リップがね、なんか入れるところがなくてさ、でさ、今なんかさ、机の上にさ、これリップのポーチなんだけど、机の上にさ、なんだっけ、アイシャドウのポーチもあって、あー、そっか、入れるところがないんだよ。なるほど。でもこの辺もちょっと綺麗にしたら入りそうだよね。だよね。だよね、じゃあ。この辺もなんかもうちょっと綺麗になりそうな気がする。だよね。だよね、じゃないよね。で、綺麗にしてください。綺麗にしたいと思います。はい、じゃあ頑張って。頑張るね。いや、そう。今からね、この100均の入れ物でちょっと整理していきたいと思います。これを使います。この L70 です。ダイソーで買いました。でもセリアとかでもこういうの売ってるんでね。これさ、なんか未だに使えなくてさ。あ、そうだ、オイル買ったんだよね。そうそう、紹介してください。新しい、なんか変わってた？一緒だった？全然一緒だった。あ、一緒だったんだね。本当だ、ついに N ドットのオイルを、新しいの買ってしまいました。いや、買ってもらったって言ってください。買ってもらいましたって言ってください。買ってもらいました。訂正訂正。いかにも自分で買ったみたいにやめて。買ってきました。はい、そうですね。でもなんか、こっちなんかもったいなくて、こっち使ってるっていう。ダメだよ、ちゃんと使い切ってからにした方がいいよ。じゃあこれやめよう。これ今日で使う、うん、今日か明日で使うのだから、うん、これもさ、なんかさ、なんか永遠になんかこのくらいなの。ほんと、ちゃんと使い切った方がいいよ。全然使い切らない。これもさ、ほら、もうよくない、これ半分以下。やばい、あれ黄色いのもなかった。黄色下か。ネクタオイル好きだよね。オイルいっぱい。ねえ、黄色オイル買ってこようかな。あとね、下にね、ゆず湯だっけ。あれもオイル、オイルで。あれオイル。好きだね、オイルだらけ。あれとちょっと黄色取ってくるね。うん。オイル増えた？増えた。どれ？このさ、ウロリスの黄色と。ゆず湯、あってた、ゆず湯です。すごいね、オイルだらけ。なんかね、ほんと好きだよね。だいぶでも使ってるね、これも。それも良かった。めっちゃいいよ、これ。なんかね、すごいね、いい感じのぬれ感になって、めっちゃね、匂いも私好きだし、めっちゃいいの、これは。これは、ほんとスタイリングの時とかに使うのかな。あんま、お風呂上がりとかにこれはつけないで、こっちはスタイリングとかにつけて、あとはお風呂上がりとかかな。あとこれもスタイリングにため使う。へえ、これも
使い分けてんのね。そうなんです、ね、大量なオイル。わあすごい、すごいね、すごい量だね。みんなに伝わるかな、この大量なオイル。日焼け止めとか入れたほうが薄いしね、入るし。これもうないかな。うん、まだあるかな。まあ、いらなそうなものはね、2個ある。それもオイル？そのピンクの、そこ、これ、それ、これ、そっち、これ、足、膝、これね、あのね、ミスト、ビレバンで買ったね、ボディミスト。あ、ミストか、匂いのやつか、それは。そうそう、どんな匂いだったっけ。全然使ってなくない？ね、すごい残ってんね。あ、実家の匂いがする。実家？あ、だから使ってなかった。実家ってどこよ。実家、お父さんの実家。あ、お父さんの方の実家ね。の匂いがする。へ、だから使ってなかった。なるほどなるほどね。なんでなるほどなのかな、そこで。おかしいでしょ。なるほど。で、なぜか こっちにネイルがあるんだけど、3段目にネイル。ネイルは3段目だよ。そうそう。あとさ、これさ、ハトムギの保湿ジェルからなの。おー、詰め替えればいいんでしょ、それ。下にあるんだけどさ、うん、詰め替えめんどくさいとか言ってさ結局やってないっていう。そういうもんだよね。いや、よくない？めっちゃパンパンになった。めっちゃいい感じじゃない？うん、いい感じじゃん。いい感じだよね。うん、まず一つ目の入れ物はそうなんだね。もう一つの入れ物はどうするか。これも使ってるんだけどさ、これもでも意外といい感じやん、いい感じなんだ。これ何それ。ああ、これあのウームから誕生日にもらって、はい、で、これもこのね、これも誕生日にもらったんですけど。あ、そうだよね、もらったものなんです。いい感じに使えてるんだね。そう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 、ね、今さ、ほら、うん、あの旅行とかできないから、ね、こういうのに使ってるんですけど、でね、これのね、うん、こう入れてこんな感じで使ってて今、うん、こんな感じで、はい、ここに綿棒、ポリバセリン、うん、ニベアの予備、なるほど、に下にパックなんだけど、うん、今パック全部使い切っててないっていう。そっか、もう全部使っちゃったの。うん、早っ。あのまだルルルンがあるんだけど、私それはなんか肌が弱いのか合わなくて使ってないね。ルルルンね、ちょっとね、人によってはこう染みるっていうか。そう、めっちゃ染みてるの。ピリピリするんだよね。ピリピリする人いるよね。ママもそう。そうなの？ママもそう。それが嫌でもう使ってないんだけど今。あ、それしかない。なるほど。だからこさ、この前のオレンジのお店で買ったさ、ああ、パック 2種類あったのが全部使っちゃってさ、今ないの。そういう状況。あ、そうそう、これ使おうと思っても忘れちゃうんだよね。これカプセル、カプセルオイル忘れちゃったもんね。忘れちゃうんだよね。入れておこうかな。入れたらさらに忘れるかな。奥に入っちゃって、うん、忘れそう。どうしよう。保留保留。